地蔵寺は、香川県佐抜市市戸に所在する、新言州全通寺派の寺院。3号は、如意山。詳しくは、如意山文殊院地蔵寺と合する。本尊は、文殊菩薩。四国八十八所八十六番札所奥の院。市戸寺を建立した、盆ンその子ににより、アスカ時代に創建されたとされる。また、寺院には、下記の伝承も残っている。 慶光天皇の時代、日本穂高の古山流霊巫女が天皇より、土佐の海で船を襲い人を食して暴れる大魚の大治を命じられた。これを知った大魚は、瀬戸内海に逃げ込み指導裏に隠れた。これを見つけた霊士の軍は攻撃を行ったが一同は大魚に飲み込まれた。霊士は一計を案じ諸共に飲み込まれた軍船に火をつけ大魚を退治した。後に、里人は、 太陽のたたりを恐れ、魚霊堂と呼ばれる衝動を混流し、地蔵菩薩を祀ったという。地蔵寺の名はこれに由来する。戦火など幾度も火災に愛寺院は荒廃した。江戸時代中期の1729年密栄が本堂を再建し、寺院が現在の形に整えられた。密栄は日本海国66大村も設けた。中世に、 日本全国66カ国の神社仏閣をめぐる日本一長い道のりの巡礼があった。これにちなみ三つが設置したものである。ありがとうございます。